はい、こんばんは、山城と申します。さあ、まあ今日はね、どこに来てるかというと、これは呉駅まで到着しておりますね。明日の9時10分。ただ、このオープニング画面には、ちょっとね、不格好になってしまうぐらいに、ね、すごいショートな名前が、ね、町名もね、宝町って短いんでね、いや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 、だいぶね、字余りというかね、余りになってましたけど、いやいや、これはさすが呉やなと。ね、さっきも言いましたけどね、その前に寄ったのが坂駅で、で、これが広雪で、これが呉駅ということでね、本当に一文字だらけなんですよね。まあ、考えてみたら、カープの選手もなんか一文字の人多いですよね。そよぎとか、丸とか、ね、そんなイメージですけど。で、まあまあ、丸はもう今一人ですけどね。で、そう、雨がね、すごかったんですよね。道中もね、すっごいもう滝、ね、ゲリラ豪雨みたいな雨が降っちゃったんで、大丈夫かなと思ったんですけど、まあまあ、少し雨足は止んできて、まあまあ、傘差せばどうにかなるのかなっていう感じの雨でしたね。まあ私この日傘持ってないんですけどね。まあまあそういう感じで、これね、今ホームの感じ見てるとなんやね、吸い取るやないかって思うかもしれませんけど、これね、ちょっと電話とかしとったりした兼ね合いで、だいぶね、ちょっと、いませんでしたもんでね。もう上に上がるとね、もうこれでもね、もう解説ある程度終わったところで、こんな感じということで、まあだいぶ、ね、生徒さんと思われる方とか、観光客、一般のね、観光客の方もやっぱ多いですね。これね、2019年ね、まだコロナのね、前の最後の連休、ああ、まあ年末年始があったか、ね、っていうことです。奥見るとすごい人なんですよね。うわ、これは偉い人やってね。で、まあうちはね、イコカでもう240円ですよ。まるで地元民のようにね、言ってますけど、まあ坂でレント中で降りたんで、その兼ね合いでね、240円です、ね、ございますよと。いうことです。まあ、ただね、本当にね、一般の方も含めて、そう、集まってたんです。なんやこれ、ね、その、観光でのイベントがあるっていうのはね、知っとったんでね、やってきたわけでございますけど、ただね、実は私、参加予定じゃなかったんで、あんまちゃんと調べてなかったんですよね。で、改めてこう見てみたら、いや、なかなかになってますけどね、切符売り場とかやっぱでかいですね、呉駅。すごいな、なんて思いながら見ておってね、名前にしても、なんでこんなにね、混んでるんだろうな、一般の方も多いしね。まさかこのね、一般の皆さんがね、皆さん、カンコレの提督さんという感じではね、あからさみそうだなって人もいましたけどね。で、あ、三つ豊のね、看板が出てましたんで、今見るとね、あ、すごくお世話になりますよね。そう。またね、マイクロメーターのね、ちょっと勉強もしないといけないんでね。そう。そんなことをね、今、見て思い出しましたけど。で、まあこんな感じでね、いろんな、嫌ともありますけど、実はね、この日ね、イベントがあったんですよ。そう、これは駅前のね、あれですけど、さすがだなと思ったんです。こんなね、カイジのね、カレーフェスタってやつって、これがね、一般のお客さんも多い方、理由みたいです。これはね、この日だけ開催されておって、この周りのところで、カンコレのイベントもやってますよ、ということですね。で、はい、カンコレのイベントは20日も、そのままやりますよ、という感じで、こっちは1日限り、ということだったらしいです。ということで、あ、カレーフェスタ、いいじゃないですか。ね、海軍カレーがね、いろんなカレーが食べれるよってことなんで、これは楽しみやな、行ってみようというところなんですけど、これはね、うどん屋さんね、力のうどんってのがね、なんか、こっちの広島の方に行くとよく見かけますよねっていうのを見ながら、こんな感じでもうね、町のね、喫茶店、このね、駅前のところでも、さらっとね、海軍カレーを売ってる。あ、ね、こんなところで食べれるんやなんてことね、思いながらね、あれなんですよ。これはね、またね、ちょっと、カレーの回でね、詳しくは説明しようと思いますけど、面白い、クレはね、取り組みをされているんだな、ということが分かってくるわけです。何も知らずにね、本当に、下調べ、何もなしでね、行っちゃったんでね、このあたりもね、とにかく新鮮に、なんて思いながら見てたわけですけど、まあ、これぐらいね、まあまあ、皆さん普通に傘はさしてますよね。まあ、私ね、見ての通り傘もさしてませんけども、この格好ですからね、傘も持たなければね、これで2泊3日をやろうっていうんですから、すごいですよね。そう。まあこれはね、またね、ちょっと旅行術みたいなものもね、まあ私ほぼほぼ旅行しないから荷物を持ってないっていうだけでもあるんですけどね。そう。まあ、というような話は置いといて、で、まああんな格好でね、歩き回ってたんでね、実はね、道を聞かれたりとかね、キップリバで、呉駅のね、キップリバでもね、これって、どっち行ったらいいですか？これ、広雪っていうと、これ乗ったら広島の方行けるんですか？って、あ、そっちじゃないですよってね、私もね、さっき知れたね、情報でね、パッと教えたりとかしましたけどね、そう。話しかけてくる方がね、聞いたら、やっぱし、関西弁やなと思ったら、関西に。ね、大阪の方から来てますわーっていうね、方とかね、やったんでね、ああ、そうなんですか、でも私ね、三重なんで、ああ、そうや、ね、広島のね、喋り方じゃないね、みたいな
話をね、そうですねってそれはねっていう話をしながら、やったりとかね、まあ京都道案内なんかもしておったら、これね熊野営業所、あ熊野ね、ね熊野って言うと我々、ね、地元、まあ地元って言ってもだいぶ離れてますけどね、なんて思いますけど、このね北側にね、あの呉の北側にあるらしいですね、熊野町という自治体があるそうです。でこれはもうねちょっと大和ミュージアムの方まで移動してきました。どういう移そうかなと思ったんですが、これね夢タウンをこう突っ切ってね、これ呉駅の、南側になるかね、呉駅を突っ切ってもそのままね大和ミュージアムまで、この夢タウンのねあのショッピングセンターをね突っ切ってくださいっていうね案内なんですよね。えそうなの、ここ突っ切れるのっていうのでね、まあ、中入ったんでせっかくなんでね、これお水を買ってきましたよと、なんかイタリアンなんかおなんとかかんとかなんかありがたそうなお水だったんですけど、これ安かったんですよ、67円ってことでね、安いと、さすが夢タウンってことでね。ちなみに夢タウンはあれでしたね、あのあれも特徴的でしたね、あのお好み焼きがねやっぱ売ってるんですけどね、もうね当たり前のようにさすがだなと思ったのが、お好み焼きといってやっぱしあの広島風のねあのお好み焼きが当たり前のように並んどってね、あの大阪風って言ったらいいのかな、我々の方で食べるようなお好み焼きっていうのは売ってないんですね。すごい、そうなんやということを思いながら、でこれ山本ミュージアムとかすごい混んでますしね、これはやっぱしあの韓国のイベントやってるからやりでねなんですけどね、これ鉄道クジラ館ね、いやすごいなと改めてこうやってね、あの潜水艦を見てみるとでかいなと、いや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 、こんなにでかいの潜水艦ってね、まあ前のね走ってる車とかとね比べたら分かりますよね、いやいやいや、そうかいって思ったんですよね。で改めて、ね、思い出したんですよ、普段見る潜水艦ってこんな感じなんですよね。これ舞鶴行った時にね、撮ってきたやつですけど、そうこのね上のところしかね出てこないですからね、そのイメージしかないですけど、実際あの海の下にはこんだけでかいのが眠ってるんですよね。まあまあ潜水艦ですからそりゃそうなんですよけど、改めてこうやって実物見てみると、うわでかいなと、さすが鉄のクジラって、こうやって見せられて鉄のクジラって言われるとおーってねなりますよね。まあ実際クジラもね同じような感じで、なかなか全貌を見ることはね少ないですけど、いやーなんてねことを思いながら、ここからねちょっとね、フェリーターミナルの方に向かってね、歩いてます。これね、で、あれですね。あ、これはあれか。あの、さすがだなと。ボートレースのね、場外馬券場かなが、なんか入ってるのかななんていうのをね、見ながら。どうしようかな。大和ミュージアム行こうかな。でもね、すごい列なんですよ。もう行列、イベントのね、物販とかそういうやつの。あの、限定のね、ものとかも売ってたんですよね。これはまたちょっと翌日買ったりとかするわけですけど、でいやいやいや混んでるな、なんてこと思いながら、これね実はねカレーフェスタでそのまま行こうかなと思ったんですけどね、まあその相方さんがねまあ来るかなということで、まあ一応待っとこうかなということで、じゃあちょっとこの辺りをブラブラして、先にちょっとブラブラしてで、合流してあっちの方に回ろうかななんてことをね、考えとったんで、まあこの辺り歩いてます。これがね後々ね、悲劇を生むことになります。まあ、これはね、またおいおい、詳しくは説明しますけどね、そうカレーフェスタ、あこの時に行っておけばというふうにちょっと、後悔は、することにはなります。まあね、そんなことはねまた、別の話ということで、後の話でございます。でね、後の祭りだったんですけどね、なんてことを言いながらこう見てることね、やっぱね、あの海軍ね、の、ま、あのね町っていうことでね、でかいあの船がいっぱいあるわけで、まあ、これはね造船用の船かな、ね、あの出てますで、まあ、これは多分タンカー系の船と、もちろんこっちもでかいんですよ、すごく大きいんですけど、まあ、ただね、あの四日市のね人間なんでね、この手の船っていうのは、まあ、オイルタンカーねはやっぱ大型のものがね多いですから、まあまあまあ言ったらもう本当に桟橋近くまでね、あの配達もやってましたんで、私千歳町とかに配ってたんで、やっぱこういったね感じの船の方がね、あこれね、やっぱ海軍の街やなというね感じがしてね、あのテンション上がるんですよね。やまあまあいい、すごいのはすごいんですけどね、やっぱある程度見慣れてるところがあるということでね、やっぱ新鮮なんで、まあ、あっちなんですよね、あの自衛艦あの艦隊のね船の方のがあれかななんて思いながらね、そうするとね前をいろいろ船が走っていくんですよね。ここが要はフェリーターミナルに、なっているということでね、あいろんなところに船出とるんやななんてことを見とったら、おや広島行きあるんやなということでね、これをちょっと頭の中に入れておこうと
いうことでございます。まあこれはね、後々ね、いい結果を生むことになるんですけど、それもまたね、後々話してきます。で今出発してたのは高速船かな、広島か、松山の方に向かってくれたと思いますけど、まあこの辺りはね、非常に地形もね、あの細かい島のところを縫うように走ってくんで、あの、面白いよって、あの松山行きの方のね、船とか乗ると面白いですよ、みたいな話はね、情報はね、ちょっとちらっと入ってました、入ったんで、あ、これはちょっとね、楽しそうやな。また、あの、松山の方にはこの後行かないんですけど、この後、広島とかね、の方には行きます。あとね、江田島にも行きますんでね、そのあたりで結構この後、このフェリーターミナルは、おいおい使っていくことになります。でね、入ったところに、なんか、左近ってね、あるんですね。なんか、昔ながらの喫茶店が。まあ、我々ね、左近さんって言われると、山本さんっていうね、山本左近さんっていうね、あの、元 F1 ドライバーのね、人なんかをポンと思い浮かべますけどね、なんてことを言いながら、こんなところにね、いろんなちょっとしたね、資料、館じゃもないですよね、資料、施設みたいなのがあって、あ、駒野町こんなところにあるんやなって。で新幹線が通過していくだけっていうね、国道も走ってないらしいですね。まあ、ちょっとちょうどね、あの隙間になっちゃってるところみたいですね。なんてことをね、思いながら、いろんなね、あの名産ネットとかもね、あ、飾ってあるんやな、やっぱお酒なんかも美味しいみたいです。まあ、瀬戸内なんでね、また瀬戸内のね、その魚介類でもね、またこっちの方ともまた違うものがありますんでね、ちょっと楽しみやな、なんてことを思いながら、このね、無料休憩所を見つけるわけですね。おや、こんなところに無料休憩所あるやんの。これは便利そうやなと思ってね。ここはね、後々非常に役に立つことになります。っていうのは、あの、もう見ての通りね、ちらっと見えると思いますけどね、あの、空いてるんですよね。あの、さっきもね、あの、映したと思いますけど、もうね、あの、大和ミュージアムとかね、あっちの物販の方とかはね、もう大行列でございましたからね。っていうことを思っとったら、これがね、フェリーの一段ですね。松山に行くやつとか、広島に行くやつとか、で、小洋って書いてあるね、小さい洋って書いてあるやつが、これが、あの、江田島に行くフェリーということで、これもなんか高速船もあるみたいですけどね。まあ、フェリーってなっとって、スーパージェットってのが、あの、すごく高速で、倍ぐらいのスピードで走るのかな、所要時間も半分ぐらいになっておるのかなっていう、面白い船も走ってますよと。で、いろんな乗り場からね、出てくんで、なんか、ちょっと、これなかなかね、これだけ、ね、あの、フェリーターミナルがね、あの、しっかりしたフェリーターミナルいいなと思って見とったらね、あ、これはね、雇用行き、要は江田島の方に行くやつが、あ、400円で行けるんや、安いやんと。ね、で、よう見てみると、このね、旧海区兵学校とかってね、赤い字が書いてあるのがありますけど、あれは、後々、また、この時は実は気づいてなかったんですよね。400円で船乗れるんや、ぐらいに思ってました。で、そうそう、あの、江田島がね、そういうところとかっていうの何も知らなかったんですよね、この当時はね。そう、今はもう知ってますけどね。で、スーパージェット、そうか、広島には2100円か。ああ、まあまあ、やっぱかかるなと思ってて、よう見たら、フェリーの方だと、940円で行けるんですね。あら ?940 円か。あ、まあ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 、さっきね、240円で出てましたけど、普通に、広島から、ね、乗ってくと、400、500円ぐらいで行けるんだったかな。なんで、あ、まあまあ、プラス400、400、500円出したらいけるんやな。で、ね、フェリーの時刻表を見とると、あ、遅まで走っとえ、22時最終ってことは、まあまあ、こっちで遊んどっても、遅までおっても、ただ大丈夫やな。あ、これはちょっとね、選択肢に入れようということでね、私はこの時に、よし、帰りはちょっと船乗りたいなと思ってます。したわけです。で、あ、道後温泉って出てるけどなんでかなと思ったら、そっか、松山の方にもね、行くんやなっていうので、あ、そっか、こっから松山にも直接行けるんですね。まあ、要は、広島から松山結ぶやつが、呉経由でね、あの、寄港して走ってきますよってことなんで、まあ、それを利用することになってきます。この船のはね、また帰りのレビューの動画で、出していこうと思います。で、このね、ターミナルも綺麗なんですよね、そう。で、いろんな商業施設が入ってるんでね、ね、その近距離のね、あのフェリーターミナルですけど、もう立派ですよね。で、あの中も涼しいですし、こう結構ね、雨もね、広げるし、で、駅からね、あの、傘なしでね、来れるっていうのもね、魅力やなぁなんて思いながらね、で、ちょっとこの辺りをブラブラ探検をしてるわけでございますけど、あれはバス乗り場で、ね、あ、バス乗り場はこんなとこにあるんや、まあ、こっからその会場の方にも行けるかなと思ってね、一応ね、バスの時間を見てみたんですけど、まあ、あの、あまり本数は1時間に1本かなという感じなんで、ね、まあ、4日以上はね、ありますけど、まあまあ、そっかそっか、これな感じなんやなってことで、まあ、じゃあ、会場行くのはやっぱシャトルバスかなということを確認して、じゃあ、どうしようかな。
ちょっととりあえず、友達を待とうかな、どうしようかななんて思ってたんですけど、まあ、結局ね、友達がつくのが結構後になって、結局ね、この後バラバラでベルコードをするんでね、ああこれはね、本当にあっちにときゃよかったななんてことはね、後から思うんですけど、まあ、こればかしはね、後々、まあ、結構ドタバタでね、予定変更してやっとったんでね、当てないんですけどね。で、これね、クレは、こんな感染巡りってやってるんですよね。で、まあね、あっちの舞鶴とかでもやってましたけど、こっちね、これね、1480円だったかな。これもう安いんですよね。あ、2000円切るね、値段で見れるんや。ええー、な、なんてね、思っておったらですね、これが、ぐるっといろんなのが見れるってことだったんですけど、よう見てみるとね、こっちにはね、クレ湖のお散歩クルーズってのがあるんですね。あ、こっちはこっちで、なんとね、500円でね、45分乗れるらしいんですよ。めちゃくちゃお得じゃないですか。すごいなって。で、これは雇用庫とかあっちの方とかも回ってくるのかな。ちょっと、ね、興味はあったんですけど、ちょっとその後のね、予定とかの兼ね合いもあったんで、この日はね、ちょっとね、今回はね、ちょっと乗れなかったんで、ちょっとリベンジに乗りたいなって。これ、コロナ前なんでちょっと変わってるかもしれませんけどね、この宮島行きの直行便なんかももしかしたら変わってるかもしれませんけど、あ、こんなのも出ててね、あ、これくらいから宮島直接行けるって便利やな、なんてことを思いながら、ちょっとね、北側の方にね、移っていくんですけど、最後にね、まあ、お家でさあね、クレ観光しようと思ったら、まさかのね、三重交通が現れるっていう。で、観光案内のね、誰々様とか書いてあるやつ見たらね、おむきし地元やんけっていうことで、この動画は以上でございます。またこの後続きますので、よろしくお願いいたします。ということで、以上でございましてね、ご視聴ありがとうございました。